ああ、お前か。なんかあったのか。私を、私はここにいるぞ。別にどこにも行かないし。お前もしかして心配してくれたのか。ありがとな。大丈夫だ、私はバカじゃないからな。仲間を置いて勝手にどっか行くなんてしないぞ。本当だ、嘘じゃない。お前たちみんな現実世界のこと忘れちゃってるし、この世界の何が間違ってるかも分かってないだろう。だから今は私が引っ張ってくしかないから、いろいろ考えなきゃいけないことが多くてさ、気づいたらついため息ついちゃってるんだよな。しかも他のやつらのまとめ役なんてずっと前に施設で暮らしてた時が最後だったから、なんかまだ慣れなくてさ。あの頃は楽しかったな。毎日悪さしてムカつくやつは適当にぶちのめしてたっけ。自由に力が使えたから、盗んで壊して暴れてめちゃくちゃだったな。ああごめんな、最近独り言が多いんだ。そうか、じゃあもっと喋るぞ。お前相手だと前みたいに考えなくていいから楽でいい。他には何話そっかな。そういやお前たちには私のこと詳しく話してないよな。まあしょうがないか、最後の少し前までは敵同士だったし。それにお前たちリアルの私ら知らないだろ。私とオクトはお前たちのこと調べてたけどな。私とオクトか。よし、その話で決まりだ。私とオクトがどんなことしてたかだな。オクトはクラッキングとか情報が得意だった。コンピューターはないよなこの世界。道具を使って人の秘密を盗み見るのがあいつの仕事だ。私はまあいろいろだ。普段はゲームと実験ばっかで、頭の中何回も調べられまくったな。能力のことはどう言えばいいんだ。アストルムだとそうだな、魔法でいっか。私はさ、いろんな魔法が使える魔法使いだったんだよ。リアルでもこのアストルムでも別にすごくなんかないぞ。スポーツとか計算が得意なやつの方がすごくないか。結局は私、能力の使いすぎでマナたちに捕まったし、ここでも使えてたけど途中で使えなくされちゃったしな。マジで大したことないんだよ。勝手に無意味なんて名前にされて、体に発信機つけられて、ずっとあいつらの言うこと聞かされてた私なんてさ。実験はつまんなかったけど、ゲームは楽しかったな。ゲームの中だといろんなめんどくさいこと全部忘れられたし、この世界が今みたいに作り変えられるもっと前から私はここにいたんだ。テストプレイヤーとして。デバッグも嫌いじゃなかったな。デバッグっていうのはこの世界をきれいにする仕事だ。テストプレイ中にもあちこち行ってたからよく覚えてるし、今の世界が昔とどう変わったかもよくわかるぞ。地図あるか？書いといてやるよ。これでよし。いやー、ほんとあちこち行ったな。オクトーと一緒にお前らと戦ったり、他のプレイヤーをボッコボコにしたり。お前らと前に会った時にはもうミネルヴァと一緒にオクトーとあっちこっちで戦ってたんだよな。オクトーと最初に会ったのもアストルムの中でさ。何があってもめんどくさがりでマジでムカつくやつだった。でもやらなきゃいけないことはやるし、私が困ったら文句は言うけど助けてくれる、いいやつだったよ。だからあいつのことは助けてやりたいし、私もあいつには助けてもらいたい。なのに私のことまで忘れやがって、北斗のやつ。早くあいつの目覚ましてやんないとな。よーし、やるぞ。私とお前とみんなでだ。お、私はもう元気だぞ。ありがとな。
やっぱいいやつだな、お前。そろそろ戻るか。お前がいないとペコリーヌとコッコロが心配するだろ。今日は私が元気にしてもらっちゃったな。もしお前に何かあったら、今度は私が元気にしてやる。約束だ。そろそろ休みにするか。よし、飯にするぞ。飯、腹が減ったら力も出ないしな。あれ、あいつは？無意味様、主様でしたらちょうど今外へ出て行かれました。外？わかった、ちょっと見てくれ。こっころ、しずるたちと一緒に飯の支度頼んでいいか？承知いたしました。無意味様、私が料理をしている間、主様をよろしくお願いいたします。今さら何言ってんだ、とっくによろしくやってるだろ。さてと、あいつを見つけに行くとするか。お、いたいた。よっ、どうした、星でも眺めてるのか。私はノイムだなんてな、別にそっちの名前でもいいよ。今はな、コッコロが心配そうにしてたぞ。しっかりしろよな、主様。お前だってまだ立ち直れてないかもしれないけどさ、コッコロだって同じだろ。ま、ずっと一緒だった仲間が敵と味方に分かれて戦うなんて、お前とあいつにはまだきついよな。私はとっくの昔に慣れたぞ。オクトーたちと一緒にセブンクラウンズを裏切ってたから、敵の下で味方のふりしてたし、味方になってくれるかもしれないお前らとも本当は味方になってやりたかったけど、ずっと敵として戦ってたからな。だから心配するな。って言ってもお前、どうせもうやりたいことは決まってるんだろ。さっきも言ったよな、もし指名手配されてたら王都に戻ってもすぐ捕まるぞ。それにお前ら、どうやってペコリーヌを助けるつもりだ。王宮の警備はめちゃくちゃ厳しいんだぞ。しかも二人って、やっぱりお前、あのキャルって女も助けたいんだな。言っとくけど、私らにそっちを手伝ってる余裕はないぞ。やるならマナを倒すのが先だ。マナを倒しておかしくなった世界を元に戻す、それが今の私らがやるべきことなんだ。でも私はお前とコッコロにも手を貸してほしい。特にお前のプリンセスナイトの力は手放したくない。わがままだと思うかもしれないけど、思ったことは言っときたいんだ、言えなくなる前にさ。ありがとな。私だってペコリーヌは助けたい。ただうまくやれるかどうか今はまだわかんなくてさ、お前らまで捕まると困るから、あんまり別々に動きたくないんだよな。タイミングが合ってればいいのか。考えろ、私、敵だった時のこいつやオクトーみたいにいっぱい考えればきっとやるべきことは見つかる。私もこいつも用があるのは王宮だ。私らの攻撃とこいつらの潜入は同じ日同じ時間から始めないと意味がない。ちゃんと連絡手段が確保できれば大丈夫かもな。なあ、お前らって通信魔法以外で連絡できるか。魔法だと探知されるかもしれないから、そういうのがあればなんとかなると思うぞ。動物か。ってことは魔力も魔法もなしなんだな。それなら探知にも引っかからない。ナイスだぞ、コッコロ。決めたぞ。お前とコッコロは明日から私らと別行動だ。お前らは先に王都に戻って中の様子を探ってくれ。私らはその間にいろいろ準備を進めとく。他にも連絡手段を用意できるようにしとくから、安心して王都に行ってこい。多分私らとお前らはお互いが思い通りに動かないくらいでちょうどいいんだよ。
それくらい読めない動きをしてくれた方が敵もこっちの考えが読みづらくなるはずだからな。お、そういうもんだ。それにさ、この間は私が元気にしてもらったけど、今度は私がお前を元気にする番だ。仲間がそばにいない辛さも寂しさも私にはよくわかる。お前みたいないいやつに同じ気持ちを味わってほしくないしな。心配するな、お前には私らがついてる。コッコロ、ラジラジ、ダイゴ、マサキ、クリスティーナ、リノ、シズル、この世界じゃみんなお前の仲間だ。私が言えたことじゃないけどさ、失敗するかもなんて考えるな。そういうことは失敗した時に考えればいいんだよ。今はただやりたいことをやればいい。っていうか、私もお前も転んでもぶった切られてもただじゃ起きないのは同じだろ。もう一回会えると思ってなかったお前に会えたんだ。不可能なことなんて何にもないぞ。私も頑張る。だからお前も頑張るよな、主人公。チャンはいらん、私はノイムだ。さあと決まればコッコロたちも集めて打ち合わせだ。行くぞ。これでよし、カラスも返したし、あとは結婚に備えるだけか。配置は考えた、日時も決めた。あとはちくしょう、本当に大丈夫か。私らの作戦でマナに勝てるのか。こんな時オクトーがいてくれたらもっとうまくやれるのに。あいつがいればきっと面倒くさそうにつるがしこい作戦考えてくれたんだろうな。オクト、お前今どこで何やってるんだ。面倒くさそうにどっかから出てきてくれないのかよ。どうした、お困りのようですね、ノエム。別に困ってない。作戦がうまくいくか心配なんかしてないからな。はあ、てめえもしかしてビビってんのか。ここまで来て逃げるなんて言わねえよな。そんなことするか。困っているなら相談してください、ノエム。あなたには私たちを導いていただかないと。その通りだ。我が主ネネカ様をお救いするには君との協力が必要不可欠なのだから。ラジラジ、マサキ、ありがとな。やっとらしくなってきたじゃねえか。そういう面しときゃいいんだよ、てめえは。大吾、お前何が言いたいんだ。それは私が説明しよう。これまでの大吾くんの発言は君を叱咤激励しようとしたものだ。まさき、てめえ勝手にバラすんじゃねえ。叱咤激励、ああ励ましてくれたのか。だったら最初からそう言えよな。紛らわしいぞ。なんだとこの。ああそうかよ、もう二度とやんねえからな。絶対だ、一生落ち込んでろ。なんで怒るんだよ、嫌だなんて言ってないだろ。そうか、ならいいんだけどよ。とりあえずマサキ動くなよ。なぜ拳を構えているんだい、大吾くん。まるで今から私を殴り飛ばそうとしているみたいじゃないか。わかってるじゃねえか。だったらおとなしく殴られとけ。はあ、また始まった。あんまり騒がしくするなよな。あと物は壊すんじゃないぞ。ったく、あいつら
昔から仲悪いんだよな。猿の塔でも二人でやり合ってたし。よかった、ようやく笑顔が戻りましたね。そんなにひどい顔だったか。私が見てきたあなたの表情の中ではかなり暗いものだったと思いますよ。そっか、ちょっと前まではさ、私一人で何とかしようと頑張ってたし、それでいいって思ってた。でも今はみんな一緒に頑張らなきゃいけない。なのになんでかな、すっごく不安を感じるんだ。不安ですか。それが私たちでどうにかできるものだといいんですが。バカかてめえは。うじうじ考えても意味なんてねえんだよ。俺ら全員で戦って勝つ、それだけの話じゃねえか。大悟。私も大悟君と同意見だ。考えすぎると自情自爆になってしまうぞ。まさき。大丈夫ですよノエム、あなたはもう孤独ではありません。私たちと一緒に力を合わせて戦いましょう。ラジラジ、私はバカだ、バカだった。大悟の言う通りだな。だからバカらしく戦って勝つ。おお、派手に暴れてやろうぜ。実に単純明快な目的だ。私も全力でこの剣を振るぞ。ここに来るまでいろいろあったけど、こいつらがいてくれてよかった。こいつらとならきっと大丈夫だ。北斗、私が必ずお前を取り戻してやる。みんなありがとな。お前らがいてくれてよかった。これからもよろしくな。今なんか言ったか。なんだと？とぼけんな大吾。お前絶対聞こえてただろ。誰かさんが紛らわしいとか言ってくれたせいで俺は恥かかされたんでな。お返しで。この覚えとけよな。絶対に忘れさせてなんかやるもんか。マナを倒して取り戻すんだ。みんなの記憶も相棒も。私と戦いたいやつはかかってこい。全員ぶっ飛ばしてやる。この天狼破断剣でな。さあ次はドイツだ。来ないなら私から行くぞ。ビビったな。だったらお前の負けだ。ほーりゃあ。こんなもんか。もっとだ、もっと来い。私はノイムだ。世紀の大悪党ノイム様だぞ。私一人でもやれるところまでやってやる。頑張れよみんな、待ってるよ北斗。ずっとボロボロだったからな。今回は激しく動くし、手入れできるところはしておくぞ。ん？なんだこの光、眩しいのに。なんか眠たくなる。どいつだ？お、いたいた。春崎日和。あいつが日和なのか。アストルムと同じで元気いっぱいだね。ミネルヴァから借りてる管理者権限で耳にアクセスしてっと。はい、アカウントの保護終わり。じゃあ次はレイか。情報通りなら王林堂の後頭部だね。ノエム、
面倒くさいから跳躍で移動しよう。お前なあ、動くのまで面倒くさがってるとすぐおじいちゃんになるぞ。ノエムよりはちゃんと運動してるから大丈夫。そうだ、格闘技の通信教育ちゃんと続けてる？やってるね、決まってるだろ。次行くぞ、次。はいはい。ひょっとして最近サボりがちだったのかな。レイはあれか？そうみたいだね。耳に紐づいてるアカウントと彼女の個人情報が一致してる。やっぱりそうか。この子が一番狙われそうだな。他の子より少し厳重に保護しておこう。なんでだ？多分リアルのレイちゃんの立場ならセブンクラウンズと面識がある。そうなると僕らの対策も無駄に終わるかもしれない。ミネルヴァへのアタックの対策にアカウントを保護しても、僕らみたいにリアルの身柄を抑えられたらどうしようもなくなるでしょう。まあな、お前の口癖じゃないけど面倒くさいことになりそうだ。そうなるかどうかは神のみぞ知るってやつだよ。作業は終わったし次に行こう。次はユイだな。どんなやつなんだろうな。実はリアルだと凶暴だったりしてな。少なくとも悪い子じゃないとは思うよ。そうか、まあいいや。考えるより見て確かめた方が早い。ユイはドイツだ。どこにいる？あの子だよ。ほら、あそこ。おお、あれか。優しそうなやつだな。しかも隣にいるのは彼だね。はあ？何言ってるんだよ、オクト。どこにあいつがいるって？今いるのはアストルムじゃないんだぞ。それくらい分かってるよ。いいかい、ノエム、彼がアキラのプリンセスナイトなんだよ。そうなのか？お前なんで知ってるんだ？僕は学校から耳でアストルムにログインした生徒の全アカウントを把握してるからね。情報のロックがおかしいくらいにガチガチなアカウントが一つだけあったんだ。しかも見慣れた作りのやつがね。覗きか！相変わらず悪いやつだな、お前は。それマナたちに教えてないよな。まさか。ミネルヴァが保護対象にリストアップしてるんだよ。あの3人よりも念入りに彼の情報は隠し通すさ。ダミーのアカウントからの情報を送信するように工作したし、マナたちが本気を出さないと解析は無理だろうね。でも彼のアカウントはアキラが作ったものだから、そもそも完璧だったよ。だから安心して。お、安心してやる。ミネルヴァからの頼み事はこれで終わりか？まだまだ終わりじゃないよ。他のプレイヤーたちについても調べておかないと。でもお腹減ったからさ、クレープでも食べに行こうよ。アキラの店か？行きたい。よし、行くぞ、オクト。ちょ、待ってよ、ノエム。おーい、アキラ。いないみたいだね。でも、屋台はある。ってことは、クリスティーナがこの辺りを嗅ぎ回ってるのに気づいたか。だろうね。無事に隠れたみたい。さすがはアキラだ。チェッ、久しぶりにアキラと会えるって思ったのに。そんなにアキラと会いたかったんだ。結構寂しがり屋だよね、ノエムって。うるさい。別に寂しくなんかない。アキラがいないなら私は帰る。じゃあな、オクト。あらら、行っちゃった。さてと、やることはやったし、
家に帰ってログインしますか。なんでついてくるんだよお前は。だって仕事だし。さっきのことまだ怒ってるの？いい加減に機嫌直してよね。知らん。今度は謝っても許さないからな。ついてくるなよな。そんなこと言わないでよ。おっとノエム、見て、今回の目標発見だ。そうか、ちょうどいい。ストレス発散だ。おい、そこのお前ら、私と戦え。何ですか、いきなり。理由は教えられないんだけど、今から僕らと戦ってくれない？はい。戦うなんてめんどくさいよね。だから早めにやられてくれると嬉しいな。ちなみに君らが負けたらそのアカウントで二度とログインできなくなるから頑張ってね。あなたたちまさか PK ギルドの？どうせお前らじゃ私とオクトーには勝てないだろうし、降参するなら今のうちだぞ。私たちに二人で挑むなんていい度胸ですね。行くよみんな。いいぞいいぞ、やる気になったな。構えろオクトー、こいつら全員ぶった切ってやる。相変わらずすぐ熱くなるねノエムは。適当に援護するからあとはよろしく。おう、やるぞ相棒。後ろは任せた。はーい、任されましたよ相棒。この子の記憶で再生できるのはやっぱりここら辺までが限界か。あいつとの間に生まれた絆をたどってようやく接触できたけど、これ以上は無理ね。有益な情報が見つかるかと思ったのにな。能力のプロテクトはやっぱり解除できなかったか。ここまでするほどに重要な記憶でもあると同時にあんまり思い出したくもないのね。あの時起こったことは無理に思い出させるわけにはいかないわよね。どんな影響があるかもわからないし、この子の記憶ってアストルムを始めてからのもの以外見るのも辛いものばっかりだったけど、そんな中でもあの頃の思い出だけは思い出したくなるくらい輝いていたんでしょうね。アクセス終了、リブート開始。前は敵だったけどこれからはよろしくねノエム。あれ、寝ちゃってたのか私。昔のこと夢に見るなんて最近なかったのに。まあ、いっか。明日は作戦決行日だし早めに寝るか。おやすみ相棒。